こんにちは、久米原啓太郎です。日本一詳しい大学分析シリーズ、北海道大学医学部保健学科編やっていきます。よろしくお願いします。大学分析シリーズとは、コメントでリクエストをいただいた大学の入試情報、出題傾向を徹底リサーチして、対策方法、おすすめの参考書まで動画で全て伝授するというシリーズです。このチャンネルでは、受験生に役立つ良質な情報を選別して、短い時間で効率よくインプットできるような動画を発信しています。この動画を最後までご覧いただくと、北海道大学入試の特性を正確に理解して、最短のプロセスで受験勉強を進めることができるようになります。そして、合格までのスケジュール感を把握して、今何をすべきかということがわかります。さらに、科目別の最適な参考書がわかるので、効率的に点数を上げられるようになります。また、動画の最後では受験に役立つプレゼントも用意していますので、ぜひ最後までご覧ください。まずは配点分析からやっていきましょう。共通テストが300点、二次試験が450点、二次試験が全体に占める割合は 60% となっています。次に入試の基礎情報をまとめておきます。看護学専攻の人と看護学専攻以外の人とで違ってきますので、それぞれ必要な部分を参照してみてください。続いて対策スケジュールのイメージを載せておきます。ここでは理想、通常、耐えの3段階で記載しています。耐えというのは、これ以上遅くなるとまずいよというギリギリのラインですので、参考にしてみてください。続いて各科目の分析をしていきます。まずは英語からです。例年長文読解2台、英語表現1台、要約文完成問題1台の計4台出題されます。特に表現問題は、英語の文章を読んだ上で英文を書くという独自の出題形式です。また、会話文の要約文を完成させるという問題も独自の形式なので、過去問研究を十分に行って、この独自形式に慣れておくようにしていきましょう。北大の読解問題は、精読力と速読力の両方を求める出題形式となっていますので、多くの文章を読む中で文章構造を正確に把握する精読力をつけつつ、読むスピードも高めていく、そういった勉強を進めていきましょう。英語おすすめの教材は、竹岡先生の英作文が面白いほど書ける本、それから北大の英語15カ年です。続いて数学です。看護作業療法の方は文系数学を、それ以外の方は理系数学を受験するんですけれども、まずは理系数学の方から説明をしていきます。北大の入試数学では微積分が必須です。特に徹底して訓練を重ねておきましょう。基本的な問題から発展的な問題まで出題されますので、学力差が現れやすいです。まずは教科書に載っているような問題を全て完璧に解けるようにすること、それからレベルの高い問題集や過去問研究に移っていきましょう。数学おすすめの教材は、受かる計算シリーズ、それから北大の理系数学15カ年です。続いて文系数学の解説に入ります。文系数学は例年4大問が出題されます。東大、京大を除く旧帝大の文系数学よりもですね、問題自体は難しいこともあります。解ける問題を見極めて点数を稼ぐようにしていきましょう。完答できそうにない問題に時間をかけすぎないようにしてください。過去問は最低でも5年、できれば7年以上解いていきたいです。過去問演習をする中で、どの問題を自分が解くのかってことを見極める練習もしておきましょう。また、前期試験の過去問に加えて、北大模試の問題も解いておけるといいと思います。文系数学を受ける方のおすすめの教材は、品質レベル文系理系の数学 1A2B、それからハッと目覚める確率です。続いては物理です。北大の入試物理は大部分が典型標準問題なので、まず教科書と標準レベルの問題集を使って基礎を固めることが重要です。各大問の後半数問は思考力や計算力を要する問題が出題されます。高得点を取るためには、レベルの高い問題集や過去問演習をする中で、難問に粘り強く取り組む力を養っていくことが大事です。また、長い問題文の中から出題者の意図を読み取り、物理現象を正確にイメージする必要があるので、過去問演習に取り組む際にはそのあたりも意識をしておきましょう。物理おすすめの教材は、物理のエッセンスシリーズ、それから良問の風物理です。続いては科学です。北大の科学は物理同様、ほとんどが典型的な標準問題です。どの分野、単元からもまんべんなく出題される傾向があります。教科書や標準的な問題集を中心に学習して、基本を完璧に習得することがまずは重要です。他の受験生と差をつけられないために、不得意分野を作らないようにしておきましょう。例年制限時間に対しては問題量が多いです。時間内に全ての問題を解き切るっていうのは困難だと思います。問題全体を見渡して、基本標準問題を全て解き切れるよう、時間配分を考える能力、これを過去問演習で鍛えておきましょう。科学おすすめの教材は、Excel 科学、それから科学の新研究です。
続いては生物です。北大の生物は物理や化学同様、出題の多くが教科書に忠実な基本標準レベルの問題です。問題文や論述量が多い年がありますので、過去問研究を丁寧に重ねておきましょう。問題文や出題内容の把握が困難な問題が出題されることもあります。日頃から問題文をしっかり読んで理解する、この能力をね、鍛えておくよう練習をしておいてください。生物おすすめの教材は大森先生の最強講義117講、それから北大の過去問です。ということで、最後まで見てくださってありがとうございました。ここまで見てくれた方にプレゼントがあります。今回の動画で使ったスライド、それから英語力が劇的に上がる京大首席式音読のやり方動画をプレゼントいたします。受け取り方法なんですけれども、動画下の概要欄から僕の公式 LINE に登録をしてください。無料で登録することができます。そしてトーク画面で北大05と入力して送信をしてください。そうしましたら、今回のスライド全てと動画をプレゼントいたします。音読は英語力を高めるためにとてもいい方法なんですけれども、多くの方が間違ったやり方をしてしまっています。ここで正しいやり方を身につけて、英語力をぐんと飛躍させてください。大学分析のリクエストはコメント欄で受け付けております。リクエストしていただいた大学の分析は順番にではあるんですけれども、 100% やっていきます。チャンネル登録と通知をオンにしてお待ちください。このチャンネルでは引き続き受験生に役立つ情報や勉強法をどんどん配信していきます。これからの動画も見てくださるととても嬉しいです。ということで、今回の動画は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。